はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、ゴールデンボンバーの歌広場敦さんがですね、いわゆるですね、妻子がいる身何も関わらずですね、不倫してですね、しかも相手をですね、妊娠中絶させていたという件が、公になってしまって、そしてですね、現在謝罪、そしてですね、活動自粛という形になりました。でですね、今ですね、あるですね、動画がすごい注目を集めてるんですね。それは何かっていうと、約2ヶ月前に、ボーカルの桐生祥さんがですね、まあ、10年間にわたる浮気をしていたということがバレてしまって、その件についてですね、まあ、いわゆるそのゴールデンボンバーのメンバーでこう謝罪動画みたいなのを出したんですね。まあ、それは結構罰ゲーム性のあるエンターテインメント性に富んだ動画だったんですけども、実はその段階で歌広場さんっていうのは妊娠中絶させていたわけですよね。まあ、だから言ってみたら誰が言ってんだ、誰が謝らしてんだよっていう形になっちゃうわけなんですね。で、今ですね、その動画をちゃんと振り返ってみると、実はその動画の中にですね、歌広場さんがですね、全てを知っていた、自分もね、やばいことをしているってことをですね、自覚しているですね、予兆がですね、見て取れるらしいんですね。はい。今回の動画はですね、その予兆とは一体何なのかってことについてですね、ちょっといろいろ掘り下げて考えていきたいと思います。まずなんですけども、今回歌広場さんですね、まあね、言ってみたら20代の女性をですね、妊娠、中絶させていたということがバレて、まあ、謝罪したわけですね。はい。で、謝罪して活動自粛という形になったわけですね。で、今回の件については、文春さんがですね、まあ、すべてを報じたわけですね。まあ、実際問題はですね、その妊娠中絶した女性からですね、話を受けてるみたいなんで、まあ、もしかしたらその女性がリークしたのではないかっていう感じですね。でですね、歌広場さん自身はですね、いわゆるその格闘ゲームが大好きで、その格ゲーのですね、番組の MC とかをやってたりもするんで、まあ、つまりその MC も降りないといけないわけですよね。活動自粛になっちゃうわけですから、まあ、だからかなりですね、関係各所にもう各所にですね、かなりのですね、影響が出ているという話なんですね。で、実際問題ですね、そのゴールデンボンバーさんはですね、年末にですね、クリスマスですかね。クリスマスのなんかにですね、大きいライブをですね、予定していたらしいんですけども、まあ、これに関してもですね、まあ結局中止という形にね、なってしまったっていう感じみたいですね。はい。でですね、そこでね、ちょっとここから本題なんですけども、実はその桐生祥さんですね、ボーカルの桐生祥さんもつい最近結婚したんですけども、実はその結婚した相手と同時並行で20代の10年間を捧げてきたですね、その浮気相手がいたという話なんですね。で、その浮気相手の女の子は、まあね、急にね、結婚するからっていう形で10年くらい付き合ったのに切られてしまったという話なわけで、そのこともまた文春さんがね、まあ言ってみたら大きく取り上げて、まあ大きなね、騒ぎになったと。で、桐生さんも当時ですね、まあその件については全部認めたわけですね。はい。その通りですと。はい。で、その後なんですけども、まあ、言ってみたらですね、その、桐生院さんのですね、こう、謝罪動画といいますかですね、謝罪配信みたいなのがですね、行われたわけなんですね。ただなんですけども、その内容としてはですね、結構こう、罰ゲームをね、受けるみたいな、こう、エンターテインメント要素がですね、かなり強いタイプの、いわゆるその、みそぎだったわけですね。まあ、いわゆる、その、なんていうんですか、スーツとか着て、この度は、誠に、みたいな、そういうんじゃなくて、よし、じゃあね、お前あんなことしなかった罰ゲームだ、みたいな感じで、なんかこう、ビンタしたりだったりとかね、いろいろして、で、桐生院さんが、わー、やめてみたいな感じでわーって騒ぐみたいな、まあ、そんな感じのね、内容だったわけですね。まあ、だからゴールデンボンバーさんってやっぱりそのライブとかもかなりエンターテインメント性が強いですね、独特のライブをするんで、まあ、だからこそいわゆるその謝罪とか禊に関しても、まあ、そういう感じでいこうっていう風にですね、まあ、決めたんじゃないかなっていう感じなんですよね。はい。でですね、このタイミングになってですね、いわゆる、その歌広場さんのですね、ことがあったからこそ、その動画のですね、注目がまたね、高まっているって話なんですね。まあ、つまり、そのファンからしてみるとですね、いやいや、歌広場さんとね、キリュウインさんにあんなことをしてるけど、あんたもやってたんでしょっていうね、はい。あんたもやってたのに、どんなつもりでそこにいたのみたいなね、そういった声がですね、すごい上がっているわけなんですね。でですね、その動画をよく見てみるとですね、実はですね、歌広場さんにもですね、葛藤があったのではないかっていうですね、そんなですね、シーンがですね、何箇所かあるわけなんですね。はい。まあ、例えばなんですけども、その動画内の内容としてはですね、どっかのタイミングで、キリュウインさんがですね、メンバーに迷惑をかけたということで、メンバーたちからビンタを受けるっていうですね、まあ、シーンがあるらしいんですね。まあ、ただその中でですね、歌広場さんだけがですね、あれ、なんか歌広場さん、あれ、手加減しないみたいな、他のメンバーに比べると、全然ビンタが強くないんだけど、みたいな、まあ、シーンがですね、どうやら今見てみると見受けられるらしいんですね。まあ、だから歌広場さんからすると、ねえ、俺が叩くのは違うだろうみたいな、なんだったら俺は相手を妊娠中絶までさせてるから、俺の方が結構ちょっとね、あのやらかしちゃってるなみたいな、だからそういう恐怖心とかもあったのかもしれないですね。で、さらに言うとですね、そのビンタをですねした時にですね、
ちょっとですね、その歌広場さんがですね、泣いているようにも見えるらしいんですね。まあ目に涙が溜まってるじゃないですけど、はい。そういう風にも見受けれると。っていう感じで、そのシーンもですね、今かなり話題になってるって話なんですね。まあだからもしもそれが本当だとしたら、歌広場さんからすると、ね、いや、俺今こうやって叩いてるけど、でも俺の方がバレたらもっとやばいことしてるからなって思いながら、ね、叩いてたと。まあだからこそそれに対するこうね、なんて言うでしょうね、罪悪感だったりとか。そういうものがあって、目に涙がじわじわじわっていう風にね、なってたのかもしれないですね。はい。というのがですね、ね、くしくもですね、2ヶ月前の動画がですね、今発掘されてる、まあ、歌広場さんの現状という形になっております。はい。じゃあ、こっから何が見えてくるのかっていう話なんですけども、うん。やっぱりですね、僕思ったのが、そう、前回のね、桐生院翔さんのに関しては、こういう風に、こう、エンターテイメント性を持たせた上の、いわゆるその罰ゲームチックのやつでしたけど、今回の歌広場さんは全然やっぱり流れとして違いますよね。うん。だって活動自粛までしちゃってるし、桐生院さんは別にね、自粛はしてませんからね。はい。だし、で、それだし、やっぱりその、なんて言うんですか、謝罪をね、今後ね、公の場でするかどうか分かりませんけども、絶対的にですね、この流れを考えるに、このエンターテイメント性のあるですね、桐生院さんパターンはやっぱりやらないと思うんですよね。はい。まあ、だからその差としてはやっぱりその命が関係しちゃってるっていうのがでかかったんじゃないかなと思いますね。まあ、言ってもその桐生院さんの場合は二股をかけていた。まあ、だけっていうとちょっと相手の女性に悪いかもしれませんけども、うん。ね、二股をかけていたわけですよ。ね。で、それに対して、歌広場さんの場合は相手を妊娠中絶させてしまってるわけですからね。つまりその赤ちゃんの命が一つですね、この世に生まれて、そして消えてるわけなんですよ。ね。ただこの中絶ってところがね、多分ね、ものすごいイメージ悪いと言いますか、っていうところだと思うんですよね。で、特にですね、そのね、相手の女性がいつも否認してくれなかったって言ってるんですね。うん。この辺もね、やっぱり、だからまあ、やっぱりこれね、まあ、男性もそうだし、特にやっぱ世の女性がそうだと思うんですけど、このね、否認とかをですね、不倫相手にせずに、そしてね、妊娠させてしまって中絶させるっていうのはですね、まあ、これやっぱ世の女性怒るわけですよ。本当に世の女性っていうのは。まあもちろんこういうニュースを見て、世の男性もね、憤りを感じたりだったりとか、なんだよあいつって思うかもしれないんですけど、その男性のほんと何倍も、下手したら何十倍もやっぱりこういうニュースって、その女性の方が怒ると思うんですよね。で、それでいくと、やっぱりそのゴールデンボンバーさんってね、やっぱりその女性のファンの方の方が圧倒的に多いわけですから、ってなると、今回の件に関してはもうエンターテイメントにはできねえぞみたいな形だと思うんですよね。うん。はい。で、そして、くしくもですね、2ヶ月前に桐生院さんのがあったせいで、こういう動画がですよ、現在掘り返されてしまって、そしてまた批判の対象になってしまうっていう話ですよね。うん。まあ、だから、ね、歌広場さんからすると、相当当時ドキドキしてたでしょうね。ね。だって、その、文春さんのですね、記事を見る限りですね、その、桐生院さんに対して罰ゲームやってる段階では、すでに妊娠中絶させた後のはずなんですよね。っていうふうに考えると、歌広場さん誰にも言えず、めちゃくちゃドキドキして怖かったんでしょうね。はい。いやっていうふうに考えるとね、うん、やっぱね、人間悪いことはするもんじゃないですね、なんか。うん。いろいろなんかね、なんて言うんでしょう。うん。いろいろなね、タイミングとか重なってこういうふうにバレた時に本当に最悪なことになるから、うん、やっぱね、人間悪いことせずにですね、はい、おとなしく生きていくのが一番なのかもしれないなっていうふうに今回の件を見て思いました。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。